ということで、おはようございます。今日は3月25日、一人暮らし2日目になります。で、今日のやることはですね、今日の予定としては、まず大きい予定から言うと、今日の午後ね、引っ越しの荷物が届くので、まずそれをがあります。で、あと午前中は、宅急便とか郵便が来るので、まあ、それを受け取りつつ課題を終わらせていきたいと思います。あとはまあ、買い物がちょっと行きたいかなって感じで、まあ一日は今日そういう感じで行きたいと思います。二日目ということで、まあ初日から考えると三日目なんですけど、だいぶ生活感が出てきたというかね、まあ、大きいの買って電子レンジとか、TFR とかね、あるんで、まあ、ざっくりどんな感じなのか、一人暮らし始まって二日の部屋の様子をね、一度解説しておきたいなと思います。じゃあ部屋の中の解説はこの GoPro ちゃんでいきたいと思います。はい、じゃあまずここね、これはちっちゃい LED のライトを入れてます。まあ逆光になるんでね、はい、ちっちゃく入れてます。あとは、まあカメラを置いたりとか、まあケーブルを置いたりとか、まあいろいろですね。はい、そんな感じはい。でベッドは、今日のね、引っ越しの荷物で敷布団とか届くので、まあそれでやっとこうちゃんと使えるようになるって感じですね。昨日まではあそこにあるエアマットを使ってたんですけど、はい。で、こっちがパソコンゾーンですね。まあスーツケースの上にパソコン置いて、まあ電源タップやら使ってハードディスクとかいろいろ繋いでやってるって感じで、あとはこう勉強ゾーンというか、まあ机、段ボールの机ですね。これ昨日買った電子レンジの空き箱なんですけど、まあこれを机にしてやってます。はい、そんな感じで、外ね、やっぱ朝はね、カーテン開けて日の光をね受けるというか、まあ日はこっち直接照らされてないんですけど、まあ明るい光を、見るのは大事ですね。はい。で、こっちがまあ昨日買ったというか昨日届いた、電子レンジとお湯沸かし器ですね。まあ結構いい感じですね。まあ、電子レンジはまだ一回も使ってないんですけど、ただ、安物なんで、チーンっていう音がね、結構うるさいですね。はい。まあ、で、そういう感じなんで、備蓄、食料として、まあ、砂糖のご飯と、まあ、このカップ麺は昨日、ちょっと多めに買ってたので、その余りですね。はい。って感じですね。これは、空き箱ですね。はい、そういう感じです。で、そうですね。ここ、基本的には、家にいる時の、居住スペースにしようと思ってます。なので、そうですね、この壁からちょうどこのベッドの向こう側をしようと思ってます。なので、ここにね、ずっとこうやってこうスリッパ脱いでこうやってやってるんですよ今ね。なのでここに、座布団を敷こうかなと思ってます。なのでそれをちょっと買いに行きたいですね、今日はね。座布団とかね、はい、って感じです。んで、こっちのスペースはね、まあ今日引っ越しの荷物が届くので、まあその段ボールを積み重ねとこうかなと思います。まだね、もしかしたら研修が終わった後にすぐに引っ越さないといけないかもしれないので、その時のためにね、あまり引っ越しの段ボールを開けずに、そのまま置いておきたいと思います。はい、ある程度はね。はい、まあまた会社が落ち着いて、まあ安定してきたら開けてね、こっちの部屋もまた充実させていきたいなと思います。はい。という感じ。で、ここのクローゼットね、もう紹介のために開けてるんですけど、まあ普段は閉めてて、この中にね、一応そのゴミ箱とかないから、ゴミ箱、このクローゼットっていうか、押し入れを、大きいゴミ箱に見立てました。はい。で、まあここに、ゴミ収集日とか、分別のやつを貼ってるんですけど、まあこれはモザイクですね。場所がバレちゃうんで。で、まあ一応分別として、まあ燃えるゴミというか一般ゴミっていうらしいですね、ここら辺はね。一般ゴミ、あと缶、ペットボトル、あとプラ製の、容器包装とかで一応分別してます。はい。まあでも、そうですね、地元の方だと袋がね、市の指定のゴミ袋じゃないといけないんですけど、まあこっちの方はね、なんか半透明とか透明の、袋だったら何でもいいということなので、まあそういう感じで、ビニール袋買ってきてやってます。はい。で、下は空いてるので、まあ、ここはね、これからまた荷物が増えていくと思うので、そういうものを入れていきたいなと思います。
はい。まあ、ゴミをね、下にするのも全然良かったというか、むしろ目に入りにくいから下の方がいいかもしれないんですけど、まあ、重たいものを上に置くとちょっと怖いので、まあ、多分大丈夫と思うけどね、どうかな。まあ、でも、ゴミ入れやすいし、上にして、下は空きスペースにしてます。はい。あと、このドライヤーね、一番安い、これもね、結局安いから買ったパナソニックのドライヤーなんですけど、これがね、意外とね、音が静かで、結構やっぱね、集合住宅というか、音気にしますよね。なので、どうかなと思ってたんですけど、結構静かで、で、それなりの風量あるんで、これ結構良かったですね。買いでしたね。良かった良かった。満足してます。はい。じゃあそういう感じで、次キッチン。キッチンはこういう感じで、まあパンとか適当に置いてるんですけど、もうだいぶ生活感出てきてると思います。で、紙コップはね、初日に買ったんで、もうそれをずっと使い捨てで使ってます。コップはね。で、あと箸とかは、まあ、木の箸を買ってきたんで、これを洗って使ってて、これは昨日買ったティファールのセットですね。鍋、フライパン。はい。で、これを取ってね。という感じで、まあ、こんな感じで、僕はね、一旦こういう吊り下げでスペースをちょっと有効化してみました。これがいいかどうかまだわかんないけど、始めたばっかりなので。まあ、とりあえずは、こういう感じでやってます。なんで、こう、ぶら下げることができない、こう、歯ブラシ、歯磨き粉とかも、このクリップをね、で挟むことによって、こうかけることができるようにしたりとかね。まあ、そういう感じで、スポンジとかも干して。で、はい。食器を、台所洗剤ですね。僕、肌がね、手荒れがすごいので、まあ、手に優しいようなやつを選びました。わかんないけど。はい、そういう感じですね。で、まだ料理とかしてないんで、まあ、ティファール買ったんですけど、料理とかしてないんで、これまだ使ってないですね、IH は。はい。で、冷蔵庫ね。冷蔵庫ね。まあ、実は冷蔵庫な、普通ですよ。まあ、野菜ジュースとお茶しか入ってないんですけどね。はい。まあ、今後料理するようになったら何か増えていくのかなと思いますけどね。はい。それはどうかわかりません。はい。そういう感じです。こっちにはね、包丁入れとかあるけど、包丁持ってないし、はい。何もないですね。はい。キッチンはこんな感じですね。はい。そして洗濯機は、使ってますよ。ちゃんと、洗ってます。で、でもね、まだ干すところがないというか、ハンガーとかをね、引っ越しの荷物の中に入ってて、持ってないんですよ。なので、ちょうどね、このマンションの建物内に、乾燥機が設置されてるので、こう洗濯機で洗って、乾燥機でもう乾かしてます、今はね。まあ、最初はそのぐらいはいいかなと思ってね。まあ、結構便利ですね、乾燥機ね。すぐ洗って乾燥させて、もうすぐ畳めちゃうんで。はい。まあそういう感じで今は洗ってます。はい。まあ一人暮らしだとこのサイズで十分ですね。はい。はい。そんな感じですかね。あとはトイレとか風呂は、まあシャンプーとかを買ったぐらい、あと、髭剃りとかを買ったぐらいで、そんな感じになります。はい、ということでね、一旦紹介、この辺で終わりたいと思います。まあ、こんなもんでしょう。初めての一人暮らし、ちょっといろいろ楽しんでおります。なので、2日目もね、頑張っていきましょう。ということで、これとこれとこれで3つ届きました。この2つは家を出るときに結局スーツケースとか入らなかったヘルメットとかね、そういうものが入れて家から送りました。ヘルメットとかグローブとか、まあ、なんかいろいろ入ってます。はい。で、これがね、またヨドバシで買ったやつで、秋山にもハサミがないんだよね。ハサミを買ってこなきゃ。じゃん。じゃじゃーん。じゃじゃーん。シャークの充電式ハンディクリーナー。イェーイ。ということで、これは結構かっこよくて、使い勝手良さそうで、まあ、掃除機買うより安くて、まあ、ワンルームなんでね、これぐらいでちょうどいいっすね。ということで、買いました。これは楽しみだ。
軽いいね。充電台ここにこれをこうか、いいんじゃない。結構先端につけるやつが3つぐらい、暗くてあんま映ってないけどついてました。長いやつと短いやつとなんかすごいやつ。あ、なんかこれなんかブラシみたいなのついてるわ。うわ、なんかブラシみたいなの出た。あ、これこうやって使うのか、ブラシ付きのやつ。はい、ということで、とりあえず一通り整理しました。布団もね、敷いたんで今日からここで寝れますね。お腹すいた。時間がね、今ね、ちょうど2時。まだ何も食べてないのでお昼ご飯食べたいと思います。じゃん、 UQ コミュニケーションズ、 UQ でネットを申し込みました。てか、めっちゃいい匂いする。今ちょうどごつ盛りを作ってたところに来ました。ごつ盛り食べてから開けます。はい、ということでお昼ご飯食べ終わったので開けていきたいと思います。今回はこちらを購入しました。 UQ の YMAX ですね。まあ、とりあえず今からこれもセットアップするんですけど、まあ、なんで UQ の YMAX を契約したかを一応話しておくと、まずこのマンションね、一応回線来てるんですよ。なんですけど、この部屋までは来てなくて、この部屋まで繋ぐのに、まず工事が必要で、まあ、工事費がかかる。で、みんな、今、ちょうど引っ越しシーズンなんでね、どこもインターネットも接続工事をやってて、時間がかかる。一週間ぐらい繋がらない。一週間、二週間ぐらい、後になるってことで、それだったら、もう、なんか工事とかも不要ですぐ使えて、今ちょうどね、スマホが僕 UQ モバイル使ってるので、まあちょうどいいかなって思って UQ YMAX 選びました。じゃあセットアップしていきます。はい、ということでね、無事に、ね、Wi-Fi 乗せてできました。で、まあ一応もう設置してるんですけど、速度がね、こんな感じ。まあ70、パソコンで見るとね、100メガぐらい出るんで、ですけど、下りは。あと、上りがね、まあ、スマホだと8。で、まあ、パソコンでも10ぐらいしか出ないんですよね。それが一番、まあ、僕的にスピード使うのって YouTube に動画アップロードするときなんで、上りがね、ちょっと遅いのは、あれ仕方ない、じゃ仕方ないけど、まあ、ちょっとどうかな。まあ、今は耐えるしかないですね。はい。まあ、なんとかこれで頑張っていきたいと思います。とりあえず Wi-Fi 繋がって、まあ、引っ越しの荷物も届いて、いい感じの3日目でした。多分今日はこれで最後かな。バイバーイ。Up with a slow motion crew, and we up.